はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。ポケットモンスター 3&ムーンシングルレーティング、よろしくお願いします。今日使うポケモンは、ヌケニン。マジか、ヌケニンか。このステロ全盛期、ああだこうだいろんなものが飛んでくる全盛期にヌケニンですか。頑張りましょう。ヌケニンを使いこなせたら、ポケモントレーナー名乗っていいんじゃないかなと思うんですよね。それぐらいヌケニンって難しいポケモンなんですけど、超ミラクル、魅力的なポケモンですね。まあ簡単に言うと、抜群技以外一切受け付けない。ただそれだけ。ただ HP は1しかない。そして、ステルスロックのダメージとか、砂起こしの砂のダメージとか、あられとかは全部当たるっていう、超絶難しいポケモンなんですけど、まあ、最強に魅力的なポケモンなんで、頑張りましょう。で、脇を固めるメンバーはちょっと今回考えました。アマージョと、カメックスです。わかります？そうです。ステロ巻かれても高速スピンで吹っ飛ばす。ただそれだけ。そして、あとは、ミミッキュがいっぱいいると思うんで、ミミッキュテテフ対策にこだわりスカーフ、型破りドリューズで全部ぶっこ抜く。あとは、ちょっと前回のボルトランドコントロールで、ランドロスちょっとあんまりうまく使えなかったんで、どうにか入れたかったランドロス。で、相性補完の、ドラン。割とガチで勝ちに行こうと思ってます。頑張ります。よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いいたしまーす。さあ、まあこのご時世抜け人動画を撮るということは、まあある意味度胸試しみたいなもんですからね。まあその度胸があるのかないのか、そういったところですよ。頑張るしかないですからね。さあ、まずは抜け人に対して有効打がありそうな、まあ月光打はあると思っていいですね。リザーで、ガブは、多分ないですけど、ステロ持ちとか。で、ルカリオはないかな？ないかな？で、テテフのシャドボは見えますよね。なので、ドリュは割とハマってる。で、月光がきつい。月光がきついから、これはランドか？ランドリュか？で、いや、でも、霊美とか打たれちゃうとあれだから、どれだ？どれが正解だ？スカーフか？スカーフアマージョか？スカーフアマージョ？ドリュー、どれだ？どれだ？答えどれだ？全然わからんぞ、これは。いやー、カメちゃんだな。カメドリュ。行くぜ！対戦よろしくお願いします！抜け人は絶対選出なんで。抜け人は選出誘導だけでいいんですけど、本当は。本当は出す必要性全くないんですけど、もうそれだけで役割あるんで。ただ、それだけで役割あるんでって言ったら、それは動画にならないので。それは動画にならないですからね。出さざるを得ないですよね。ゲーム実況者っていうのはなかなか難しいもんで。さあ、月光が、お願いしますよ。最近話題の草結び月光がです。キリンみたいなやめてくださいね。もうそのブーム過ぎましたからね。もうそのブーム過ぎましたからね、とっくの塔に。とっくの塔に過ぎましたからね。何が飛んでくるんですか？飛んでくるとしたら、もう草結びは考えないとして、草結び考えないんだったらハードでいいですね。はい。草結び Z 考えないんだったらハードでいい。いやもうないから、そんなんないから、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 絶対ないから。はい、カメちゃん。こんにちは。アクハー！危ねえ、マジで。ちょっとだけ抜け輪バック考えた、正直。いや、落とせねえのかよ、しかも。なるほど。ハドゥーダン打っていれば落ちていた。まあでも、見るからにタスキっぽい動きですからね。火力もそんなにないこと考えるとって感じなんで。まあ、ここは、ツッパかな。まあ、何打っても多分波動で落ちると思うので。結構引っ込める、ルカリオ。ほう、ここはでもよくあれですね。出してきましたね。格闘技全然飛んでくるタイミングですけど。おっと、ピヨピヨしていく副産物生まれていく。まあ、ルカリオは投げはさすがに苦しい。あれですからね。まあ、多分ステロ飛んでこないんで、大丈夫だと思うんで、でももう水派連打でいいですよね、全然ね。ルカリオのインファでどれぐらい入るんですか、これ。カメちゃん。カメちゃん、意外とこう見えて硬いですか？
意外と。そんなにね、カメちゃんのこと舐めない方がいいですよ。だってこんなごつい見た目してるんですから、ルカリオンの適応力インファなんか、余裕で耐えますよ。余裕で耐えますよ。余裕、インファイトはい嘘やろ、マジで。やばすぎるんだけど、本当に。マジやばー。生き抜けに。見とけよ。ここ、ゴースト Z だから。本当に？本当に？いや、バックでしょ？バックでしょ？バック！バック何かは僕はわかりませんけど。バック何かわかりませんよ。ただ、抜け人のゴースト Z ぶっ刺さってるんで。でもゴースト Z あれかなーみたいな。うっ、突っ張ってくる！捨て？捨て？おー！イエース！いけー！抜け人！お前の Z を見れ！おおー！トレーナーを！トレーナーにぶち込め！トレーナーにぶち込め！うおー！Z！ジャンプ！うぃーしゃーさて、結構が、これさ、これ影打ちで落ちると思います？どう思います？これどう思います？僕、多分落ちないと思うんで、ドリフさんいます。さすがにね。さすがにね。ここはやっぱ、慎重にやっぱならざるを得ないですからね。はい。赤ですよ。いや、抜け人見たら、まあ、さすがにね、交代読みは、できないですから。それがね、ポケモントレーナーの心情ってもんですよ。うん、まずまず。で、これはもう相手、赤レンドで勝ちだなって思ってるんで、ラス1、リザの可能性まで考えて、なだれですかね。ですかね。で、他2体だったら、バックします。で、ガブは、多分抜け人で止まってるんで勝ちです。はい、以上です。はい。オッケー。多分ね。タスキコケコとか知らないですよ。タスキテテフも知らないですよ。ラス1は、リザじゃないですか。ガブー！さあ、ガブリアスさんよ。震えて眠れぐ。眠いけてない。震えて眠ればよい。さあ、いくら霊都会最強のポケモンといえども、この抜け人様を突破するガブリアスなんて、そうそういねえからな。てめえ。てめえ。俺の抜け人を、俺の抜け人を、よくもやってくれたなぁ。ぶっ飛ばす！エッジ、はぁーん！エッジだったら、ドリル打たなくてよかったのに。はい！トゥンドゥルル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  スカガブでしたね。スカガブでしたね。いや、もうこれはね、抜け人のね、勝ちですよ。なんだこの動画。はい、対戦よろしくお願いします。ずいぶんいい感じに、レートが落ちてますね。ずいぶん。ずいぶん落ちてますね。そうですね。メガマンダのいるパーティーはね、きついとかいうレベルじゃないですよ。でも、とりあえずドリオは投げましょう。ドリオは投げて、で、まあ、割と見れるポケモン多いんで、で、ランドは投げとかないと、マンダが多分止まらないので、このパーティー。なので、最終的に抜け人を入れたら、これで完成しちゃいますね。いやで、とりあえず抜け人に有効であるポケモンは、マンダ最強、ミミッキュ最強、普通にまあ、馬車もあります。で、ボルトは大丈夫。で、多分、まあ、シレーヌも大丈夫だけど、まあ、ラス11対面とかになった時に、滅びとかもあり得るよね。で、どうだ？どうだ？メガグロスどうだ？今の。メガグロスどうだ？
いや、でも多分な、上4体の中の3体ですよ。多分、選出は。うん。間違いない。分かった上で選んでます、これ。選ばなきゃいけない時がある。そう、ゲーム実況者は、そういう心持ちで生きていくのが僕のモットーだと思っている。対戦よろしくお願いします。そこはやっぱしっかりさ、いろんなポケモンを使っていく実況動画を目指して、今シーズンというか、今作はやっている。嘘、出てくる？マジ？え、じゃあ何？円盤持ってんの？マジか。怖っ。何持ってるやつなんだろう。え、でも地震打っていい？これ。地震めっちゃ打ちたい。でも地震打っちゃいけないのかな？打っちゃいけない。でもそうか。でもここで引いても相手メガ進化しねえから、どっちにしろ威嚇入んねえから地震打ちまーす。イエース。やっぱりドリューズはスカーフですよ。もう、第6世代の頃にあれだけスカーフマンブー最強だって言ってた人間が、今作はスカーフドリューズが最強だと、言ってるわけですよ。はい、レピバレピーじゃ落ちないよ。レピバレピーじゃ落ちないですよ。これはラッキーっすね。これはラッキーっすね。自信ない感じの、ちょっと自分が内気な感じのメタグロスちゃんですね。さあ、オッケー、自信が通っていく。ランド読みレイパンですね。ランド読みね。じゃあ、やっぱそのまんま良かったですよ。とりあえずは。で、まあ、ある程度、ドリューにも負荷かけられるみたいな、そんな感じだったんでしょう。で、ただここで、要は、マンダが起点ができちゃうので、で、そのマンダに威嚇を入れるためにランドを取っておくっていう。アシレーヌ、抜け輪投げてゆく。おそらく抜け輪で止められる。僕は信じてる。すっ！不思議な守り発動！効果抜群以外の技は受けないぜ！さあ、アシレーヌよ。裏にいる、マンダは出てこないのか。マンダが出てこない。マンダが出てこないということは、いうことは、ミミッキュ。キュキュキュミキュキュキュ。足で引っ込める！ボルト？あれ？勝ったんじゃないの？え、じゃ、え、ちょっと待って。ボニビ。はい、完全にボニビです、これは。スーパーウルトラボニビなんで。え？足で引っ込めたってことは、足ではもう有効がないでしょ？で、ボルト出てきた。え、ボルトもうないんじゃない？え、ないっしょ。ランド投げます？ランド投げます？メサコーリとか飛んでこないですよね。え、何するの？え、勝ちでしょ？え、勝ったでしょ？これ勝ったでしょ？え、てか、マジで？抜け人完全に出てこない読みですね。じゃあ、そしたら。抜け人どうせ見せポケだろう読み。残り3体。え、怖っ。ちょっと待って、焼き尽くす焼き尽くします。焼き尽くしにやってきました。何持ってます？10万、はい。え、勝ちじゃない？こっちじゃん、じゃあ。え、こっちでしょ。え、ちょ、待って。え、だって、いや、だってこっちでしょ、こんなの。こっちじゃん。だってこんなとこに、このタイミングで出すわけがないし、みたいな。え、で、え、10万、え、どうしよう。余計にちょっと悩む。ここちょっと慎重に行きましょうか。え、地震はたき足レーンの別に落としてもいいんですよね。え、うち、はたき？いや、なんか、ワンチャンチョッキとか着てる可能性。メザコーリ持ってる。で、打ち分けられる。で、弾じゃない。なだれ外しだけが負け筋っすか、これ。え、ちょっと待って、これ、勝ってんじゃないの？ちょっと待って、逆に怖いんだけど。え、怖い。いや、ちょっと待って、このボルト超怖い。やだ、怖い。メザコーリ、はい。え、ちょっとやだ。いや、そんなまさか、え、なんで粘ってきてんの？ねえ、もう積んで、だって抜け輪に有効打ないんだったら、突っ張らないでしょ、だって。で、どうすんの？で、ここで、だって、滅んだところでじゃん、だって。え、ちょ、マジで怖い。やだ。何これ。ちょ、怖すぎる、マジで。怖すぎる。でも、ここはもう、まあ、なだれでいいですよね。多分、
多分、アイヘイじゃ落ちないので、なだれ落ちますけど。で、ここで多分、アシレバックですけど、アシレバックしない。え、じゃあ、勝ちじゃないの？じゃあ、なんなんこの微妙な粘り方。怖いんだけど、マジで。え、勝ちでしょ？勝ちでしょ？岩技、あ、てか、でも、スカーフバレてるから、結果的に、え、勝ちじゃないの？え、なに怖い。マジ怖い。マジ怖いんだけど、本当に。え、ちょっと待って、とりあえず、滅びある可能性あるんで、先に抜けに投げますね。え、勝ちでしょ？ちょ、待って。なんで諦めないの相手。ほんと、それこ、で、なんでいや、もう、やだ、マジやだ、ほんと、マジで、メザファイヤーアシレーヌあり得る、マジで。メザファイヤー、なんで、メザファイヤーアシレーヌ、え、じゃ、メザファイヤーアシレーヌだったら撃ってきてるでしょ、そんなの。え、ちょ、マジ怖いんだけど、どこ配信ありがとうございました。いや、まあ、一応、あれでしょうね。抜け人からの有効だない読みだったんでしょうけどね。いや、さすがに独特と鬼火を入れますよ。さすがに入れますよ。いくらなんで。まあ、あとは、防護パッド持ってない抜け人読み、ごつめ持ち、アシレーヌとかだったら、多分、倒せるんで、このパーティー倒せてるんで、まあ、それで粘ってたっていうのは、多分、泣きにしもあらずですけど、いやー怖いですね。いや、抜け人出てきて、有効だないんだったら多分すぐ諦めた方がいいんじゃん。いや、まあ、多分なんかあったんでしょう、きっと。なんかあったんだと思います、多分ね。僕にはわからないですけどね。はい、ということで、じゃあ、抜け人会でございました。まあ、面白いな。楽しいな。楽しむことが一番ですね、ポケモンはね。はい、ということで以上、モッティでした。バイバイ。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。ここでポケモン実況に関するお知らせでございます。今日4月21日金曜日だと思いますが、明日4月22日土曜日はですね、ゲーム実況者 YouTube ニコニコ生放送で大活躍中のダイダラさんとコラボ配信を夜8時から YouTube ライブでしたいと思ってます。8時からモンハンやって、8時半からポケモンサンムーンの対戦やって、で9時からミラクル交換やろうかなというふうに思っておりますので、明日のポケモンのレート対戦動画はお休みですね。まあ、その代わりダイダラさんとのフレ戦兼ミラクル交換生放送があるので、まあ、いつもの土曜日と、いった感じではありますので、ぜひ皆さん見に来ていただきたいと思います。そしていよいよ明後日になりました、23日日曜日、ニコニコ生放送にてポケットモンスターサン&ムーン公式生放送ゲーム実況者ナンバーワン決定戦、最強決定戦、開催されます。モッティも出演させていただきます。まあ、詳しくはお知らせ動画ご覧いただきたいですが、まあ、そうそうたる実力者のポケモン実況者の方々と共に、ポケモンの WCS ルールにて、楽しんで対戦してきます。はい。なので、ちょっとそれの準備等々もありまして、ちょっと日曜日は日曜日で、お休みさせていただきたいなというふうに思ってます。はい。まあ、もう本当に日曜日の夜6時から、もうポケモンのガチ勢の公式生放送のこんだけのお祭りは、おそらくサンムーン発売されて以降初めてだと思うので、こんなでかい大会ないので、まあ、そこに呼ばれてるだけで僕はもう大満足なんですけど、まあ、ぜひそれをね、楽しんでいただきたいので、全 YouTube でポケモンを見てる実況者じゃない、視聴者の皆さんに、ぜひ楽しんでいただきたいので、ぜひね、ニコニコ生放送、ちょっと遠いかもしれないですけど、まあ、アカウントしっかり作ってご覧いただきたいなと、いうふうに思いますので、とりあえずなので、ポケモンのレート実況動画は、次の更新は月曜日の夜になりますので、よろしくお願いします。もしかしたら月曜日の夜、最強決定戦の反省会枠になってるかもしれないですけど、まあ、普通にリエイト上げてるか、ダブルバトル上げてるかは、まあちょっと月曜日まで待ってください。ちょっとまあ一応今週末は本当にしっかりね、出るからにはがっちり、ちゃんと、まあもうすでに勉強中ではあって、もうだいぶパーティーも完成近いんですけど、しっかり練習してね、当日に備えたいと思ってますので、ぜひ皆様応援よろしくお願いいたします。といった感じでお知らせでございました。では、明日の
ダラピッピ枠でお会いしましょう。そして日曜日の公式生放送絶対に見に来てね。モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ明日はダイダラさんとのコラボ生放送をやります。夜8時からモンスターハンターダブルクロス、そしてポケモンのフレセンとミラクル交換やっちゃいますんで、皆さんぜひ YouTube ライブです。見に来てください。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。